日野さん。日野さん、君と初めて会ったのもこんな夕焼けの中だったね。初めての出会いは夕方の校舎に流れるアベマリアのメロディーだった。それを弾いていたのが君だと知ったのは随分後になってからだったけど、その音色は俺の心に静かに深く染み込んでいった。君の奏でる音色はとても優しく、そして可能性に満ちている。それを聞いているうちに俺も自分の可能性を試してみたくなったんだ。感謝しているよ、日野さん。だけど君には辛いことがいろいろあったようだね。俺の前に現れるとき、君は時々悲しそうだったり沈んだ顔をしていたり。でも俺は知っているよ、君の笑顔がとても素敵だって。だから自然にその笑顔が戻ってくるまで、泣きたい時は我慢せずに泣いたっていいんだよ。そんな時はどこにいても必ず戻ってきて君のためにバイオリンを奏でるから。日野さん、どんなに離れていても心はいつでも君のそばにいるよ、日野さん。